広瀬です。まあ、そこの反省を生かして、まあ、この試合ではしっかり取り返したいと言っていますが、ここまで無失点。西矢のシュート、均衡破れました。88分、西矢の右足、ゴール前落ち着いていきます、落ち着いていました栃木 SC。 ここで受けた西矢、横に出してシュートコースを作って